本日届きました核兵器禁止条約に関するアンケートの回答内容を紹介します。はい、え皆さんこんにちは。NHK から国民を守る党参議院議員の浜田聡です。本日ですね、日本原水爆被害者団体協議会というところからですね、衆議院、参議院、各位ということで、核兵器禁止条約に関するアンケートが来ました。で、まあ、あの、これですね、 1>, 1問から7問プラス自由記述のあるアンケートになりまして、まあ、これをですね、えー、先ほど一応自分なりの回答を作りましたので、まあ、それをね、この動画で紹介しようと思います。で、えー、ちょっとですね、まあ、のこの日本原水爆被害者団体協議会さんからいただいたですね、まあ、メッセージの方を紹介させてもらおうと思います。えー、国連は2017年7月7日 122カ国、加盟国の3分の2カ国土地の賛同を得て、核兵器禁止条約を採択しました。2020年10月24日には、条約発行に必要な批准加入が50カ国に達し、2021年1月22日に核兵器禁止条約は発行することとなりました。この条約に、核保有国とその 同盟国は反対し条約に拘束されないと主張していますしかし実定法として条約が存在するようになった以上政治的道義的な拘束は避けられません唯一の戦争被爆国を標榜する日本国政府が条約に反対し署名も批准もしないと公言していることは生存 被爆者の悲しみと怒りを呼び核兵器の禁止と廃絶を願う多くの国民の願いに反しています、えー。国政に関わる全ての政党と政治家個人ととしての衆参両院の国会議員の見解を伺います。ということで、えーまあ、このようにですね、えー、メッセージがあって、えー、このように それとは別に別紙でアンケートが来ているということになります。で12月21日月曜日までですね、まあ、ファックスであったり郵送であったり、E メールなどで回答をすると、してくださいというメッセージでございました。いただいた回答は公表いたしたいと考えていますで。さらにどうかご回答いただけますようよろしくお願いいたしますということでしたので、 まあ、私のね、えー、回答の方を、まあ、紹介しようと思います。まあまあ、一応ですね、締め切りまで、まあ、結構日にちが、まあ、あと10日ほどあるんですが、まあ、こういうのはね、早めにどんどん書いて、<laughs> すぐ回答を送るというのが、まあ、いいんじゃないかなと思いまして、一応今回、えー、動画としてですね、紹介をさせていただきます。 まあ、あまりにもね、ちょっとこの意見はひどいとか言うのであればですね、えーまあ、自分がここで、えー、公表した回答をですね、えーまあ、締め切りまでに、えーまあ、あの変更するというのも、まあ、なきにしもあらずかなとは思っておりますので、まあ、そういう意味では、ね、動画で、えー、回答する、回答を公表するというのは、まあ、それなりに意義のあることなのではないかなと思いますということで、えー、早速ですね、えー 紹介の方していきます。まあ、ちょっと、これ、出している、まあ、出したままでいいか、はい。 えっと、1問目はですね、2017年7月に核兵器禁止条約が国連で採択され、2021年1月22日は発効します、えー。丸一知っている、丸二知らない、えー、一応知っているということで、まあね Google で調べればこういうのはすぐ出てきますので、えー、まあ一応ね、まあ、知っているということです。二、えー、2番、核兵器保有国とその同盟国は核兵器禁止条約に反対しています。えー、知っているということで、丸。三、えー、番、 唯一の戦争被爆国を標榜する日本国政府は条約に参加しないとの方針を取り続けています。え一、ー、知っている、丸に知らない。えっ、ー、と、まぁ、あ、ま一知っているということでございます。えー、4、下の日本政府の態度をどう思いますか。ま、え、一、ー、もっともだ。2、おかしい、条約に参加すべき。3、わからない、えー、ということであります。 まあこれに関してはですね、まあ、私、1番、もっともだを選択させていただきました。えー、5番、核兵器禁止条約を読んだことがありますか、丸一ある、丸二ないですけど、まあ、これね、調べるとですね、外務省がですね、一応、翻訳したものがですを、ね、公表しております。まあ、これをね、読ませていただいたので、私、一二を回答させていただきます。6番、広島長崎の、 原爆資料館を訪ねたことがありますかということで、まあ、広島と長崎それぞれ、丸一ある丸にないなんですけど、まあ、私、広島のです、ね、資料館は訪れたことがあります。長崎はありませんので、えー、広島で1、長崎で2という回答をさせていただきました。7番、被爆者の証言を聞いたことがありますか丸一あ,ある丸にないですけど、まあ、これはですね、えー、広島だったかなあの 被爆者の方がお話しされているのを聞いたことは、まあ、ありますので、えー、あると、1と回答させていただきました。えー、次、最後にですね、自由記述館、えー、記述欄ですね、核兵器禁止条約、核問題について思っておられることをお書きくださいということですので、まあ、これはですね、えー、私が書いた 回答をですねまあ、読み上げるという形で紹介させていただきますでまあ、ちょっとこの本文の紹介の前にですね少し背景知識を紹介させてほしいんですけど IPPNW というですねあの団体があるんですねまあ、これはですね世界医師の核兵器反対運動という 核兵器というか、まあ、核戦争ですね、核戦争防止国際司会議という団体があります。で、これはですね、1985年にノーベル平和賞を獲得している団体であります。まあ、ね、患者を治したり、そういうことをしている医者がですね、核戦争に、 反対をするというまあ、そういうことを目的とした団体です、えー、まあそれなりにですねまあ、歴史はあるんじゃないかなと思います設立当時がですね確かソ連とアメリカの医師がですねそれぞれ協力し合ってこの団体を作ったと聞いておりますで まあこの団体なんですけれど、まあ、学生の部というのもまあ,ありまして、私が、えー、医学生だった頃にですね、私この会議に何度か参加しております。 えー、2007年のですねモンゴル・ウランバートルでですね、えー、北アジア大会というのがありましてそこに、えー、参加し,たしましたし2008年はインドのニューデリーで、えー、世界大会参加しておりますし、まあ、2009年広島ではあ北アジア,南アジア・南アジア合同会議というのがあってそれに参加しておりますし2010年はあですね、えー、スイスのバーゼルで、えー、ねこの 大会があって、まあ、それに参加しましまたで2012年、広島でもですね、えー、この大会があったので、まあ、参加しておりまして、まあねまあ、この機会にですね私、参加したあのをまとめますと、1、2、3、4 5 5、5回参加しておりまして、まあ、それなりにですね医学生の時から、一応核兵器反対の、まあ、会議、この会議には参加しているつもりです。 まあ、こういうことをですね、まあ、まず最初にアンケートの自由記述のところに書いたわけですね。で、まあ、それを踏まえて、えーね、引き続きあのアンケートの自由記述の内容を紹介してもさせてもらうと、えー、IPPNW のように、医師が主体となって核兵器廃絶を訴える取り組みは素晴らしいと思いますし、1985年にノーベル平和賞に輝いた意義は大きいと思います。えー、で、 今回頂い,いたのが日本原水爆被害者団体協議会なんですけどもうこの既協議会のように、えー、核兵器に反対する運動に関しては理解をしているつもりですし敬意を表しますまた今後も同様の訴えをしていくべきであると考えていますただし、まあ、ここでねちょっと文,脈、えー、文のの調子が 変わります。現状では民主主義とは程遠い政治体制をとっている国が覇権を握ろうと野心を隠さない状況です。まずはそういった国が民主化を進めるか、あるいは自ら核兵器保有に反対を表明するような状態に、状況にならないと、全世界の核兵器に関する問題の根本的な解決にはつながらないと考えます。理想は大事ですし、 被爆者のの方々の悲しみと怒りは最もですしかし現実を直視して政策を打ち出し厳しい国際社会を生き抜くことがより大事であると私は考えます。というこのような、ね、自由・技術の回答をさせていただきました。まあねちょっといろいろな考えはあろうと思いますが。 まあここはですね、一応私なりの、まあ、現実を直視した考えというものをですね、紹介をさせていただきました。まああのね、1月、失礼、12月21日がこれ締め切りですので、まあ、一旦この回答で出そうとは思いますが、まああのね、一応ね、まあ、どうしても 常識外れら、みたいなね、えー、そういう,う騒ぎが大きくなるようであれば、まあね、で、 撤回するということもなきにしもあらずでしょうけど、まあ、現時点での私の考えを表明させていただくということで、まあ、こういった動画を作らせていただきました。えー、と、はい、今回ね、アンケートをお願いいただいた日本原水爆被害者団体協議会の皆様、どうもありがとうございます。まあ、ちょっとね、必ずしも皆さんのですね、まあ、この団体の方々のご意見に沿うような意見、あ意に沿うような あね、意見ではないとは思いますが、まあ、一応、正直なというかね、まあ、現実を直視すべきという考えの方を優先して表明、意見表明させていただきましたということでございます。はい、というわけで、まあ、今回の動画ではですね、核兵器禁止条約に関するアンケートのお願いということで、えー、紹介をさせていただきました。 まあこういう形でですね、まあ、アンケートであったり、年頭書簡かなあの、とかですね、いろいろと執筆というか、そういう依頼もまあ来まして、まあ、大変ありがたいことでございます。まあ、こういうのに関してはですね、えー、積極的に、ね、参,加参加というか回答させていただいて、えーまあ、自らもね、公表の方をしていこうと思います。 というわけで、えー、最後までご視聴ありがとうございました。えー、参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。